さあ始まりました将棋場チャンネルということで、今回見ていくのが第48期棋王戦コナミグループ杯挑戦者決定トーナメントですね。こちら振り駒の結果、先手が藤井聡太竜王、そして後手が久保利明九段となっております。では早速見ていきましょう。さあ初手は2六歩、そして3四歩と、まあ後手の久保九段はね、やはり振り飛車党というところで、まあおそらく振り飛車であるだろうと。しかしどこの筋に振ってくるのかというところですよね。まずはね、端歩を脱身して受けてくるのかどうか、穴熊なのかどうかというところですが、まあ現代将棋は穴熊だとしてもこちらは受けていくというのがね、主流になってきてますね。さあ本譜は四間飛車というところでね、まあ角道を止めるノーマル四間飛車というタイプですね。さあ居飛車の対抗形、どのように駒組みをやっていくのかというところで、さあ早速見ていきましょう。さあこのあたりはね、まあ居飛車が急戦で行くのか持久戦なのか、そして振り飛車もね、今はもう結構囲いがたくさん種類が増えてきてますけども、どのようにやっていくのかというところにもなってきますね。さあまずは5七銀と上がっていく。さあ7二銀、そして7七角と上がって、まあこれでね、まあ、王様がさらに寄れるので、おそらく持久戦というところで王様を固めていこうという方針ですね。さあ6四歩とまずは備えていってというところで、さあそして8八玉と、さあここからですね、まあ、どのように駒組みをしていくのか。さあ7四歩、そして6六歩と角道を止めていく。さあ後手は7三桂とね、まあ、跳ねていって、まあね、これ比較的6五歩同歩同桂となれば両取りになってくるというところですよね。さあこれを見て2八香と構わずね、もう穴熊に行きましたね。まあ、一直線穴熊で行こうと。対する久保九段5四銀とね、まあ、早速銀をね繰り出していって、穴熊を完成させる前になんとかね手を作ってというところで、王様は6二玉とね、まあ、1個上がっているんですけれども、まあ昔藤井システムというように、まあ王様の囲いの手よりも先にね、まあ、桂馬とかで跳ねてすぐ仕掛けられる形を作って、居飛車に穴熊を組ませないぞというようなね、まあそのような指し方に、まあ、通じるものありますよね。さあまずは2五歩とついておいて、これには3三角と、まあ、飛車先の歩を受けていくというところですね。さあそして6七金と、まあ、上部にね備えて厚くしていくんですが、ここで4五歩と、早速ね、もう振り飛車のね、ここの活が入りますよね。この歩を突くことによって、飛車のラインも角のラインも取って戦いを起こしますよというところですね。さあ、それに対しては、9九玉と、まずは穴熊に入っていく。まあ、あとね、8八銀と、ハッチをね、締めることができればだいぶ硬くはなるんですけれども、まあ、その前に振り飛車がね、まあ、何か仕掛けていくかどうかというところですね。さあここでまずは4六歩と突き捨てていく。さあこれに対して、まあ、49分考えて同歩と応じていくと。さあそしてさらに9五歩と端を絡めていって同歩、そして6五歩とどんどんね振り飛車側から手を作っていく。そしてこれもね、構わず同歩としておくと。さあそして同桂とね、まあ両取りにはなっていくんですけれども、この瞬間にまずは3三角成とね、まあ、角を交換しつつ逃げていって、まあ同桂、そしてそれからこの銀をねかわしていくというところなんですけども、銀の引き場所が4八銀とね、まあ、こちらでしたね。いやあ、あえてこちらに引くというところで、飛車の横利きが効いてますからね。まあ4六と、もし走ってきても、まあ角のラインがね、あるので、
まあ、いずれね、走ったところでは、両取りで何か受けれるかなと。まあ、技をかけやすくなる状態ですよね。まあ、すぐに打ってしまうと、まあ、角には角というね、まあ、格言で合わせられてしまうところも出てくるので、まあ、これは一概にいいかどうかは別として、まあ、飛車が走った際にね、受けなくても一手ね、稼げるぞというところで、あえてこちら側にね、引いていくというところでしたね。さあ、ここでね、まあ、どのように振り飛車が手を作っていくのかというところですけども、まずはね、端から歩を垂らしていきましたね。まあ、こちらはね、まあ、なかなかいやらしい歩というところで、まあ、一歩しかないので、まあ、あえてここに垂らしていったんですけれども、この歩どうするのかなと思いきや、構わずね、同香と応じていきましたね。いやそしてこの香車浮いたんですけども、これを7三銀とね、本譜は銀を使って繰り出していったというところですね。まあ、変えて角で取るようなね、まあ、よくある手筋の本とかで香車を釣り上げて、まあ、銀とか角をね、打って取りに行けるというのはあるんですけれども、まあ、角を手放してしまうと、まあ、一度取られた後のね、まあ、この香車は受からないので、まあ、ここの8、7地点を受けるために、例えば玉とか、まあ、銀とかでもいいんですけど、まあ、取られた際に、まあ、ここからね、まあ、悠々と囲いを作られていくと、結局、飛車を走っていくと、先ほど角には角という合わせ技があったんですけども、今回角を手放しているのでね、まあ、両取りになってしまいますから、飛車が、角を手放すとね、飛車がなかなかちょっと走りにくくなってくるというところもね、ありますので、まあ、本譜はね、まあ、角を手放すことはなく、7三銀と、まあ、囲いの一部であった守りの銀かと思うんですけども、これも含めてね、どんどん前に出ていって、バランスよくね、まあ、上部から徐々に穴熊を仕留めていこうというところでしょうかね。さあ、本譜、この6号の桂馬浮いているので、まあ、歩を打ったりするのも一向かと思うんですが、藤井竜王はね、なんとここで6六角とね、まあ、角を打っていったというところでしたね。まあ、この6号の桂馬を取りに行くというよりかは、こう、まあ、攻防に効かせていくようなね、まあ、王様のラインを先に守りつつ、そして、目下の3三のね、桂馬があるぞというところですね。まあ、桂馬を守って受けていくような手も自然だとは思うんですけれども、まあ、こうなってくると飛車がね、なかなか動きにくくなるので、まあ、銀をね、動きやすいですよね。まあ、銀が動いたら3九角の筋があったんですけど、先に6六角を打つということで、この銀も動きやすいし、あとは端から逆襲もしやすいというところで、まあ、目先の桂よりかは模様を良くしていって、あと相手のね、突き捨てを逆用していくような攻めを狙っていけると。いうところなんですけども、さあ、この角を見た久保九段、45分考えて、桂取りを受けずになんと、8四銀とね、攻め合いに出てきましたね。いやー、これはちょっとね、びっくりでしたけどもね、まあ、桂を取ってこいよと、その間に端を突き破って、穴熊にね、まあ、入った、まあ、囲いができていないのでね、まあ、ここで戦いを起こしていこうというところでしたね。さあ、本譜もちろん、三三角成と、桂馬を取っていく。さあ、これに対して、まあ、飛車取りと、あと、まあ、自玉を聞いてると、まあ、香取りとあるんですけども、まあ、この飛車はもう走るというところではなくて、悠々とね、8五銀と、まあ、この銀を繰り出していって、香車を取って、端からね、まあ、上部から潰していこうというところでしたね。いやー、しかしね、この銀なんですけども、まあ今、桂馬を取ったので、まあ、打っておけばね、まあ、受かっていくぞというところですけども、まあ、桂桂と並んでいる形をね、まあ、囲いとしてどう評価するかというところもあるんですが、まあ、本譜はね、藤井聡太竜を結構アグレッシブに行きましたね。まずは、この馬で、なんと飛車を取っていくと。まあ、受けるんじゃなくて、飛車を取っていくというところですね。まあ、一度受けるんじゃなくて、先に飛車を外してから、そして受けていこうというところですね。いやー、これで飛車を使って相手の王様ね、もう金銀バラバラですから、もう飛車がね、縦横無尽に活躍できる打ち込みの隙がたくさんあるので、まあ馬の引きも強力ではあったんですが、ここに桂馬を打つことによって、まあ角のね、斜めのラインも防ぎつつと、そして自玉にね、まあ特に角を打たれるようなね、ところも、まあ、今のところ、まあ、4級とかありますけども、受けられるので、まあ、これで相手の
進軍を止めておいて一番いい時に飛車を下ろしていって攻めていこうというところで、馬でね飛車を取ってから8八桂とこういう順になっていったというところですね。さあ後手としてはね、まあ、ちょっと駒がバラバラになっているので、まあ、ここで手を休めるわけにはいかないぞというところで7五歩とまずは歩をね突き捨てて攻めのね幅を戦場を拡大していくというところですね。さあしかし構わず同歩と応じておいて、さあこのね、まあ、歩がないのでねどうやって手を作っていくのかと。さあまずは9六銀とね、まあっさりと、まあ、桂馬は効いているんですけれども香車を取ってね、まあ、食いちぎって手を作っていこうと、もちろん同桂と応じていくんですが、さあここで8五角とね、まあここで桂馬と金の両取りというところですね。いやーここでまあどのように変えていくのかというところですが、一度7八金とね、まあ受けておいてというところですね。まあここで、そして9六角と、まあ桂馬を取って、それから8八玉とね、まあこれで上部にね、まあ狭くなっていたのでかわして、まあ香車走りもね、緩和していこうというところですね。さあそして本譜はね、ちょっとこの角当たりが強いので、まあ、引いていったんですけれども、まあ、ここでね、まあ、構わず、8一飛車と打っていくというところで、早速飛車を打ち下ろしていく。いや、これね、まあ、あと、まあ、変えて、まあ、この、まあ、ラインがね、まあ、どっちにしろなくなっているので、まあ、この香車とかでね、打っていって、同飛車に、まあ、この王手飛車ラインがあるんじゃないのかと、まあ、気づく方はね、いると思うんですが、これは、歩を打たれていって、まあ、この飛車を取った形が、まあ、意外とね、もうこの金銀硬くなっているので、まあ、相手のね、歩切れを突かれて、6四香とかがね、まあ、非常に厳しい形で入ってきてしまいますので、香車をつけたね、まあ、王手飛車取りみたいなラインというのはね、ちょっとこの局面では通じないのかなというところで、まあ、ちょっと戻ってね、まあ、本譜は8五角と、まずは引いておいて、まあこの当たりを避けつついつでも金を取れると、そして香車も走りやすくするというところに持っていったんですが、すかさずここで8一飛車と、さあ飛車を下ろしていって、まあ守るんじゃなくて攻め合いで勝とうというところがね、本譜の藤井聡太竜王のまあ指し回しから見えてきますね。さあここのね、まあ、まずは香車取りということなんでね、取られるわけにはいかない。9五香と走りつつ相手のね端を迫っていくぞというところですが、ここは連打の歩で9六歩同香、そして9七歩とね、まあ、歩を叩いて受けていくというところですね。さあ取られる前が一番働くということなんで、まずは一度7七歩とね、まあ、叩いていくと焦点の歩ですね。さあこれに対してまあ桂馬がね生きている間になんとか手を作っていきたいというところですが、これも構わず同桂というところですね。まあ桂馬はね先手も欲しい駒ですからね、相手の王様に迫るのにまあ攻めてもらって駒を手に入れて、桂馬が手に入ったら7四桂とかがね非常に激痛に入ってきますからね。7四桂が入るとまあどこ逃げてもね6一飛車成という手がねまあ効いてきてしまうので、まあ、同玉で頭金というようなね、7四桂が非常に厳しいですから、桂馬はむしろぶつけていって、そしてこれはね、角取りにもなっていくぞと。まあ、角を取った手もね、7三地点に効いてきて、非常に厳しいというところではありますよね。さあ、この同桂に対して、端が弱くなったので、まあ、9七からね、まあ、手を作っていくのもあるし、まあ、いろいろ考えたと思うんですけれども、まあ、ここでね、久保、九段が残り時間5分、まあ、結構使って考えたんですけども、ここで勝負手ですね。8六桂と、不当の桂を打ってきたというところでしたね。いやー、非常に、まあ、時間をね、まあ、まとまってちょこちょこ考えてはいたんですけれども、まあ、この8六桂打ちというね、不当の桂で何かというところをさあ考えていると。そして、久保九段がここで残り時間5分。対する藤井聡太竜王が32分とね、30分以上残しているというところがね、非常に強みが出てくるところではないでしょうか。さあ、このね、8六桂に対して、本譜は8五桂とね、まあ、まずは角を取っていってと
いうところで、これで何もなければというところですね。さあ、ここでね、止まることはできない久保九段、9九角と、まあ、打っておいて迫っていくと、まあ、もちろんね、これ取ってしまうと、9七ね、香車ならずとしておけば、これがね、まあ、桂馬のが生きていって、受けが効かない形になりますけども、まあ、もちろんね、この角取るわけじゃなくて、本譜は8九とね、まずはギリギリでかわしていくというところですね。さあ、そして、ここで、7八桂成と、さあ、迫っていくぞと。これに対しても、まあ、同玉以外は詰んでしまいますので、まあ、もちろん同玉と応じるんですけれども、さあ、ここでね、上から7七金と被せていきましたね。さあ、いよいよクライマックスなんですけれども、いや、ここでね、まあ、藤井竜王の終盤力のね、強さというのがね、これでもかというのがね、まあ、この8号桂あたりからおそらく見えていたと思うんですけれども、ここの瞬間に、この角の利きのラインがね、止まったというところで、この金を、いや、まさかのこちら、8九玉にこちら逃げていくというね、いや、非常にすごい手でしたね。まあ、これは角をね、まあ、プレッシャーかけつつというところなんですけれども、いや、これ以上の王手が確かにね、続かないんですよね。まあ、なので本譜仕方なく9七、香成としていくんですけれども、まあ、この瞬間になんと6三歩と打って詰んでいるというところでしたね。さあ、最後クライマックスまで見ていきましょう。ここで相手叩いて同銀と銀を引かせておいてから、そして7三角打ち、さあ5二と逃げる一手に、さらに6一飛車成と、まあ、取ればもちろん頭金というところになるので、この竜は取れません。さあ4三と逃げてはいくんですけれども、そしてまあ6三と叩いた銀が下がった効果で5五桂と打っていって、まあここで久保九段が投了となりましたね。まあ罪を悟って投了という、いや素晴らしいですよね。いやこの罪筋がね、本当に、いやここ8九玉がね、ちょっと痺れましたね。相手の王様が、この角のね、利きがあればね、この桂馬は同玉、同角成と取られてしまうんですけれども、それがね、ないよというところを言っているというところですね。まあ、投了追加、簡単に見ていきましょう。まずね、上に逃げる手からいきたいと思います。上に逃げていくと、まあ、これは結構比較的簡単なんですが、まあ、駒をね、ペタペタと張っていってというところで、さらに金と頭金までというところになるし、まあ、あとね、まあ、変えて、これに対して、3三と逃げていく手には、竜がね、入っていくと、これで下を閉じ込めておいてから、まあ、金をね、まあ、4四金と打っておけば、詰みというところになるので、まあ、5五桂馬に対して上に逃げるのは、金打ちから、まあ、変化の一例として、上から詰んで詰み。なので、一番長く逃げるなら3二なんですけれども、まあ、詰まし方、いろいろあるかとは思いますが、まあ、4三銀からね、まあ、簡単に分かりやすくいくと、まあ、ここでね、バラバラで清算していくというのがね、比較的分かりやすい詰み筋になるかと思います。あとは一間竜の形を作って、まあ、金がね、2枚あるので、合駒しても上に吊り上げておいてと迫っていけば、詰みですね。あとは4二竜から、まあ、合駒して金というところで、まあ、逃げてもね、まあ、金までというところになってくるので、まあ、このね、5五桂馬を見て詰みというところでしたね。いや、本当にちょっと振り返ってみたいんですけど、ここでね、まあ、かわしておいてっていうのがね、まあ、普通の一般感覚、あるいは金をね、まあ、1枚手にしてから、まあ、逃げておくというような、まあ、手段もあったかと思って、まあ、駒がね、増えるんで、まあ、攻めていけるんですけども、いや、そうじゃないと言って、で8九この角のラインを消しているというところですね。まあ、先ほど説明したのは、まあ、ここでね、まあ、同金と取られると角のラインが効いてくるので、まあ、本譜と同じように攻めた際に、まあ、この最後のね、まあ、この5五桂馬が同角で取られてしまいますよというところですね。こうなってくると自玉がね、まあ、この金取られているので詰めろかかってますから、まあ、これをね、まあ、一気に逆転模様になってくるぞというところで、まあ、とはいえね、まあ、この、6
6九と、まあ、逃げていっても評価値が示している通り先手優勢となっているのは、まあ、同じようには攻めていかないということですね。まあまあ、いろんな攻め方はあると思うんですけども、まあ、どっかで手を戻せるというところになってくるので、まあ、このタイミングで5五桂は打たずに、まあ、ここでね、まあ、一度受けていってとか自玉に手を入れたりとかですね、まあ、やっていく必要が出てくるんですが、まあ、本譜のね8九にこっちに逃げておけばね、いやーこれ金を取って角道、まあ、通せるんですけれども、まあ、角取られても分かんないしというところもあるし、まあね、打っておいて同じように進めていって、まあ、ここまではね結構比較的一本道になってくるんですけど、結局ねここでまあ角をね取ってしまえばこの角のラインがないので、そして即詰まされることもないぞというところなんで、決めるだけ決めて角を外せばあとは積み形になっていますというところもねありますので、まあ積み形というのもね一応確認だけしておきたいんですけど、まあ4四からね釣り上げておいて、まあ、同玉としたならば桂馬で打っておけばね、まあこれで効いてますよね。上に逃げていけば、まあここにね、まあいろんな詰まし方はあると思いますけど、まあ角打つのか、まあ金打つのかというところでね、まあいろんな、この角も効いてるんでね、まあ結局、まあどこにも行けないぞと、2六金でも4四角でも積み出しというところになってくるし、下に下がっていっても、まあこれはね、やっぱり竜が効いているので、まあ下をね、封じ込めておいてから、まあ打っておけばね、まあ比較的簡単に詰むと。まあ、仮に寄ったとしても、まあ、金を打って詰みというと、4四金まで。なんで、まあ、ちょっとね、悪あがきじゃないですけども、まあ、こうやって逃げておいてもというところですね。まあ、こうなった場合は、6一からね、まあ、下に逃げる退路を封鎖しておけば、頭金までというところでね、まあ、どうやっても詰まされてしまいますよというところなんですが、このやっぱりね、一番驚きはここで8九といけるね、受けの強さ、これがびっくりしましたね。相手玉が結局この角の利きがなければね、まあ詰むし、自玉もね、これ以上、まあ大手が来ないというところなので、この局面に相手に詰めろかかっている。そして自玉は詰めろじゃないよというところなので、いや、これをね、すべて読み切った8九玉、ここでもう勝敗はね、まあ決まってしまったのかなと。まあなので、下駄を預けるという意味で、まあ9七と今日なるんですが、鮮やかにね、まあ、詰まし方はいろいろあるかと思うんですけれども、最後はね、綺麗にフィニッシュを決めるというところで、5五桂を見て投了となりましたね。いやー、とてつもない終盤でしたけども、まあね、藤井竜王、一直線にね、穴熊に組んでいったことを、まあちょっとね、反省していって、まあ攻めを食らってしまったというところでね、もう少し慎重に駒組みをすべきだったかなと。いうのはね、述べてましたけれども、まあ何はともあれ、まあこれでベスト8進出というところになっていきましたね。そしてベスト8の対戦相手は、まあ、豊島九段と阿久津八段の勝者と戦ってというところになりますので、これでね、まあどちらが来るかというところですけどもね、まあ豊島九段がまた来ると、まあタイトル戦の延長になってくるし、まあそしてね、ベスト4になっていけば、この棋王戦の挑戦者のね、システム上2回負けることができる、まあ、2回負けて敗退になるので、まあ、1回負けることができるようになりますからね。まあ、なんとかね、次、勝ち上がってベスト4に入れば、もう挑戦者決定はね、まあ、かなりの高確率になるんじゃないでしょうかね。まあ、これからも、まあ、ちょっと唯一ね、年内の6冠になるかどうかというね、まあ、タイトル棋王というところになりますので、渡辺棋王に挑戦するためにも、まあ、ぜひともね、次も勝っていただければと思います。さあ、このチャンネルではね、まあ、こういった注目の対局など含めて、これからもどんどんね、動画上げて応援していきたいと思いますので、よかったよという方やね、一緒に応援してくれる方は、チャンネル登録、高評価していただければと思います。それでは、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。バイバイ。